ございます。本日はですね、以前から T シャツを作ってたんですけど、それがとうとう仕上がったので、それを皆さんに発送するという動画を撮りたいなと思います。でそれがですね、こちらです。じゃんじゃん、この中に、うわー、完成してます。ではですね、これをレターパックに入れていきたいなと思うので、これを、梱包していきたいなと思います。それでですね、先ほど見てもらったのが土曜日やったんで、遅れなかったんで、それから2日後、現在が月曜日になっているので、今からUパックを送りたいなと思います。この T シャツをこんな感じに入れてます。それで、一応ですね、まあ、こうやってUパック、僕がもう直筆で全部これ書いたんですけど、このご依頼主のところに拓蔵って名前入れたんですけど、普通に入れても面白ないなっていうことで、嫁蔵がなんか僕のサインを考えてくれたんで、僕のなんか変なサインを書いてお送りしてますので、届いた方はお楽しみにしてみてください。サインなんか書いたことなかったですが、一応これ用に嫁蔵に作ってもらいました。では、これをですね、今から発送しに、行きたいなと思います。まだ8時45分なんで、郵便局開く前なんですけど、もうとりあえずオープンと同時に渡してすぐ届けれるように出しに行きたいなと思います。では行きましょう。それではなんとか車に積んでですね、こことあと後ろのところにもあるんですけど、これを、郵便局に出したら OK っていうことで、今はもう郵便局の目の前で待ってます。あと5分で郵便局がオープンするので、そこでこのレターパックライトを渡して、今日中に発送してもらえたら嬉しいなと思いながら出していきたいなと思います。パチンコ屋の前で並ぶオープン前のおっちゃんの気持ちが少しわかりますね。早く開かへんかなっていう感じですが、もう少し待ちたいなと思います。では結構な量なんですが、前もって今日出しに行きますねって言ってたんで、無事受理してくれると思います。では行ってきます。はい、というわけで、9時オープンしてすぐに出してきました。で帰ってきたら9時5分というところで、もう速攻で出してきたので、前もって話もしてたんで、向こうの人もスッと受け取ってくれて、ああこれが言ってたやつねみたいな感じだったんですけど、はい、無事受け取ってもらいました。で、もう多分発送できた方には発送のメール送らせてもらってると思うので、もし仮に万が一届かへんかった場合は、僕追跡番号持ってますので、連絡してきてもらったら追跡番号で確認はしますので、はい、もし1週間ぐらい経っても届かへんっていうのがあれば、おっしゃってください。ということで、今回はこの T シャツ、2019年夏限定 T シャツっていうところで、たくさんの方が注文いただいて、ありがとうございました。僕も大変やったんですけど、無事出荷できてよかったかなと思います。まあ、まだ出荷できてない方も多数いらっしゃるので、これからまだいろいろ梱包とかしていかなきゃダメなんですけど、まだ T シャツ届いてないので、また届き次第順番に送っていきたいなというふうに思いますので、はい。まあ、これで T シャツの発送動画は、以上にしたいなというふうに思います。ではですね、拓蔵 T シャツを発送してみたという動画でした。以上、ありがとうございました。